しっかりとした紙で作るレイアウトが簡単なつぼみと葉がついた気鏡の作り方です。葉と額の型紙をダウンロードして緑色の厚口色上質紙にプリントアウトします。半分に折って2枚重ねで切り取っていきます。額の部分は端をホッチキスで留め、切り離してから切り取るといいです。刃を切る前に端の方を細く切り、茎を作っておきます。額と茎ができたら、折り目から遠い方の刃から切り取っていきます。切り取った刃の真ん中に折り目をつけます。刃の端に印刷の線があるものは、線が外側になるように折りましょう。額と茎と葉ができたら、花とつぼみを作ります。ダウンロードした型紙を、気鏡の花にしたい色の厚口色上質紙にプリントアウトします。真ん中の折り目で折ったら、花の中心線で折ります。つぼみがある方から見て、空いているところを3箇所ホッチキスで留めます。これを3つに切り離して切っていきます。ハサミの奥の方を使い、紙を回しながら切ります。ホッチキスで留めたところを一番最後に切り落としましょう。折り目の線が真横に、花びらの先が左に来るように置きます。それを時計回りに花びら一つ分回します。花の裏のプリントアウトした線を参考に、花びら同士が重なるように半分に折ります。開いたらまた花びら一つ分回して同じように折ります。全部の花びらが折れたら、花びらと花びらの間を谷折りにしていきます。これで花の形が2つできました。花びらがついているものは、線の部分に切り込みを入れて、折り目から遠い部分から切っていきます。花びらを切り取ったら、花は先ほどと同じように作ります。花の中心に穴あけパンチで抜いた黄色い紙を貼り付けます。くぼんでいる花の中心を裏から押し出して飛び出させると、ボンドがつけやすくなります。黄色い紙を貼ったら、元通りくぼませます。花びらの根元にボンドをつけ、額を貼ります。花びらも額も印刷がない方が表です。花びらの先は切り込みを入れた細い方が上に来るように、少し重ねて貼り合わせます。飛び出したところがあれば切り取ります。こちらはきれいに貼れました。これで立体感のある花と膨らみのあるつぼみができました。茎につぼみと小さな葉を貼ります。
つぼみが2つのものや1つのものを作りましょう。花の裏に表から見えないくらいの大きさに切った画用紙を貼ります。この時、ボンドは花の中心だけにつけてください。つぼみの根元にボンドをつけ、花びらの間からつぼみが見えるように貼ります。大きめの葉の根元にもボンドをつけて、全体のバランスを考えて貼ります。裏から見ると、台紙の部分につぼみや葉がくっついています。他の花もつぼみや葉の付け方を少しずつ変えて作りましょう。残った葉は2、3枚ずつ茎に貼り付けましょう。花につぼみや葉がついているので、簡単にレイアウトを変えることができます。配置が決まってから台紙にのり付けしましょう。花の色やレイアウトはお好みで変えてお楽しみください。